ということですよね。そうですね。さあその牧です。フリーで落として清武胸トラップから強引にいった、こぼれている、押し込んでいった牧、清武、斉藤、さあ牧が一目散にセンターサークルに戻る。熊本1点を返しました。牧がフリーで落として足を痛めた清武、そして最後は斉藤を押し込んでいきました。2対1、1点差。さあ松岡さん、はい、次の1点が熊本に入りました。そうですね、もう終盤ですけども、これでまた分からないですよね。清武が懸命